ユングフラウ展望台から徒歩約1時間メンヒスヨッホヒュッテという山小屋に来ています。見てください、このパノラマ。こっちは北側ですね。山小屋に登ってくる方々の姿、標高が約3500メートルと高いので凍っております。みんなこわごわです。おー、素晴らしいですね。こっちは南側の、この目の前の雪原の奥にアレッチ氷河がドーンと流れております。遠くに歩いている人が見えますね。ここからは展望台が見えません。お昼過ぎ、風もなくなって最高です。こんなに天気のいい日があっていいものでしょうか。最高です。ありがとう、スイス。